高橋です、今日はちょっとあのいつもとスタイルを変えてですね、ブログの原稿が1個ちゃんとあってですね、それをこう読み上げていくような方法で、今日はちょっとお伝えしていきます。この人も初の、試みなんですけどね。今日はあのホームページの話です。ホームページちょっと読んでいきますよ。今多分もう実際にあのブログの原稿が、サイト上とかにこうアップされてる状態だと思うんですけれど、見込み客をホームページへアクセスさせた後、どんなアクションを、起こさせたいのか。ユーザーは、何かしら目的を持ってホームページを閲覧しに来ています。目的を持たず、ネットを閲覧することはまずありえないです。例えば予約をしたいとか、注文をしたいとか、資料が欲しいとか、質問をしたいとか、相談をしたいとか、それぞれ目的を持っているはずなのですが、その目的の温度感に違いがあります。そして今すぐ客なのか、そのうち客なのかにより目的が変わってくるわけです。もしユーザーがサイト訪問後に、自分が求めている内容のページがなかったとしたらどうでしょうか。そのサイトには必要性を感じず、一瞬にして離脱してしまうでしょう。この内容は業種によって変わってきます。取り扱う価格帯によっても変わってくると思います。今すぐ客はすぐに電話やメールをくれます。ということは電話番号の明記や予約をしやすいようにしてあげるだけでこれは大丈夫です。しかしそこで重要なことは、電話をしたいとかメールを送ってみようとか気持ちが動くための魅力的なページをそもそも作っておくということが必要です。問題なのはそのうち客をどう囲い込んでいくかということです。これが難しいんですけどね。この属性のお客さんを、たくさん囲うことができれば、翌月翌々月の売上見込みになっていきます。囲うということは名簿を獲得していくということです。そのうち客に対してどんなページを用意してあげたらアクションをしてくれるのかを、そのお客さんのことをイメージしながら、ぜひ考えてみてください。ホームページからリードを獲得していくための非常に重要な部分です。いずれにしても、緊急性が高いお客さんであろうが、緊急性の低いお客さんであろうが、魅力的でワクワクするホームページを見せてあげることが、必要です。お客さんの心理状況をよく考えてみてください。どんな情報に対して魅力を感じるのか、何に対してワクワクするのか、お客さんにハッピーを伝えてあげてください。ぜひノートに書きまくって一度整理してみてください。きっと答えは見つかるはずです。と、こんな感じですね。ブログの原稿があって、それをちょっと今日はですね、読み上げ方式でやってみました。伝わるといいなというところですね。今日はここまでです。ありがとうございました。